はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、マスコです。一眼レフのマイクについて喋ろうと思います。今回はですね、前回言いましたタスカムのマイク TM-2X を開封していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。じゃん。まずね、なぜかね、Amazon で買ったんですけど、箱がね、ジバニャンなんですよね。これはね、どういうことなんだろう。妖怪ウォッチの映画やるよっていうことなんですね。12月の19日ロードショーです。まあよかったら見に行ってください、皆さん。では、早速開けていきたいと思います。どうなんだろうね、妖怪ウォッチってもうなんか、下着な気がしてならないんですけど、どうなの？お子様たちはまだ見てるんですかね。じゃーん。ちょっと、ライトが反射してますけど、はい。こういった具合で入っております。まあ乗車必須ですからね、栄えるものは衰えていくわけですよ。はい、こちらがですね、今回購入した一眼レフ用の外付けマイクでございます。タスカムというブランドから出ております TM-2X というモデルでございます。それでは早速開けていくことにしましょう。久しぶりにね、開封レビュー動画なんですよ。最近こうちょっととある事情でね、お金があんまり使えないもんですから、まあこれもね、そんなに安くはない、1万円ぐらいするんでね、あれなんですけど、まあちょっとボーナスが入るっていうこともあるんで、まあそれで買いました。じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーん。まあ取説が入ってますけど、それは置いておきます。はい。こういうプラスチックのケースに入ってますね。ちょっと安っぽい感じしますね、この入り方は。パカッと開けまして、じゃん。まずこれ。このモフモフしてるやつ、これはウィンドジャマーですね。風が吹くとボーボー言うじゃないですか。あれを防ぐための毛です。そして、この細長いもの、これがですね、この間の動画で説明しましたアイソレーションアームというもので、レンズとマイクの距離を離すためのアームです。よいしょ、これ。これが本体、マイク本体でございます。では、袋から出していきましょうかね。はい、袋から出しました。こちらはですね、今回購入しました外付けのマイクでございます。後でですね、近くで細かくお見せしようと思います。とりあえず全部開けちゃいますね。はい、これがアイソレーションアームというものですね。裏はこんな感じ、結構ね、中スカスカですね。はい、そしてこちら、これがウィンドジャマーでございます。これはね、多分このマイクにこうやってつけるんでしょ、はめて風を防ぐ、まあそういうことですね。あんまり触り心地は良くないけどね。ということで、早速これらのパーツとマイク本体を近くで見ていただくことにしたいと思います。それではどうぞ。はい、それではですね、早速細かく見ていただくことにしたいと思います。まずはこちら、これがですね、マイク本体ですね。タスカム TM-2X と書いてあって、ここがですね、マイク部分になります。疑似 XY と言われるですね、この2つのマイクがこのような配置でついていて、まあ、一応異操作がないようにステレオで撮れるということになっております。で、このマイクはこういう風に動きますね。はい、こういう感じで90度ずつ上下に動くと。そして裏側にはここにですね、三脚を直接取り付けることもできますし、カメラのアクセサリー集にスポッと取り付けることもできるということですね。で、そしてですね、チョックを吸収するためにこうやってグニグニ曲がる機構も搭載しております。で、このサイドについているスイッチというのはハイとローですね。これはマイクのレベルを切り替えられるわけですね。で、ホワイトノイズを防ぐためにはなるべくマイクの音量を大きくして、こっちのカメラ側のね、録音レベルというのを避けた方がいいので、まあハイにしといてカメラ側で下げるという風にすれば綺麗な音は取れるんじゃないかなという風に思います。はい、ぐるっと回すとまあこういう感じですね。逆サイドにもスイッチがついていて、これはですね、ローカットですね。風切り音とか、まあそういうノイズがある時にはローカットにして、そのノイズを防ぐと。まあ普段はフラットでいいかなというふうに思います。で、レビューにですね、書かれていたんですけれども、ちょっとね、この外観がプラスチッキーで安っぽいっていうふうに書かれていたんですけれども、うん、なんとなくその気持ちわかりますね。1万円出して、この外観はちょっと確かに、安っぽい感じしますけどね。まあただ、軽量化されてるというふうにプラスに考えれば、まあありかなというふうにも思います。で、さりげない工夫としまして、ここにね、こう溝が切ってあるんですよね。これは何のための溝かっていうと、このね、コード。これ余ったコードをここにこう、パチッとはめることができるわけですよ。
なのでコードが長くて邪魔だなと思ったらくるくると巻いてここの溝につけることができるということなんで、まあそういったところは気が利いた作りになっているんじゃないかなというふうに思います。そしてこちらがですね、アイソレーションアームというもので、ノーハンドルと書いてますけれども、まあこいつを持ってカメラを持ち上げるとここはね折れますよと、まあそういうことですよね。これはですね、ただのプラスチックの棒なんですが、まあくるっと回すとこういった感じ。裏はですね、まあこうスカスカですね。これはまあ軽量化ということなんでしょうかね。これもちょっと安っぽさを助長しているように思います。そしてこちらですね、ここにも三脚に取り付けられる溝が切ってある穴が開いていて、そしてカメラのアクセサリー集に直接取り付けることもできるという仕様になっております。で、このアイソレーションアームにこのマイク本体を取り付けるとどうなるかっていうと、じゃん、こういった具合になるわけですね。ここをカメラのアクセサリー集にガチャコンと取り付けるとレンズはこの辺に来るわけですよ。なのでレンズからの音というのはこう下側から上がってくることになるわけですね。で、このマイクっていうのは指向性がありまして、一応ですね、この前の方からの音を集中的に撮るという指向性があるので、下から上がってくるそのカメラのねレンズの音というのを拾いにくくすることができるということですね。これがこのアイソレーションアームというものです。ですので僕は使うときはですね、まあほとんど常にこのアイソレーションアームというものをくっつけたまま使っていこうかなというふうに今は考えております。はい、そしてこのネズミみたいなやつがウィンドジャマーですね。このモフモフをつけると可愛いと言って女の子は寄ってくれますよというですねレビューもありました。まあそんなことはないと思いますけどね。まあおしゃれファーだと思って外に出るときはこれをつけていこうかなというふうに思っております。これちなみにつけると、これどの向きでつけるんだろうな、こうかな、こうかな、こうかな、ちょっとつけてみますけど、これ結構難しいね。え、これで合ってんの、これなんかちょっと窮屈な感じがするんですけど、これを引っ張るのかな、こういう感じで、よっ、おっ、つかねえぞ、合ってんのかこれ、すげえ毛が抜けるんだけど、そしておっ、あ、入んね、これで終わりかな、こういうこと、なんかなんかちょっとかっこ悪いけど、でこれ以上いかないんだよね、あんま伸びなくてさ、このゴムが、まああんまり屋外で撮影する機会ないと思うんで、まあこいつはまあこんなもんにしときましょうか。ということで、では早速ですね、このタスカムの TM-2X を今撮影している EOSKIS X7i に取り付けて、どのような綺麗な音で録音できるのかということを試してみたいと思います。さて、それではですね、今僕が撮影に使ってます EOSKIS X7i の上にアイソレーションアームに取り付けた状態のタスカム TM-2X というものを接続している状態になっております。まあ、どんな様子かっていうのを写真でお見せすると、はい、こういった具合になっております。なんだかね、こうちょっと威圧感がありますね。本格的な撮影機材に見えなくもないですね。かっこいいね。こうやるとあんまりね、こう安物感というのがあんまりなくていいと思いますね。それではですね、早速この内蔵のステレオマイクと、それからタスカムの TM-2X を使った音の違いというものを皆さんに聞いていただきたいと思います。それではまずは僕が喋る声、これがどのように違ってくるのかということを聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、マスコです。ただいまEOSKIS X7i の内蔵マイクで録音しております。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、マスコです。ただいまタスカムの TM-2X で録音しております。さあ、私の声どのように聞こえているでしょうか。多分ですね、周波数帯域がこちらの方が広いので、スッとかですね、こういった音も綺麗に入っているのではないかというふうに思います。ではEOSKIS X7i の内蔵マイクに戻してみましょう。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、マスコです。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、マスコです。はい、いかがでしたでしょうか。僕もまだですね、この撮影段階では聞いていないので、どんな感じなのかっていうのがちょっとわかんないで撮ってるんですけれども、それでは次にですね、このオートフォーカスのガタガタ音、これがですね、まあどの程度その回避されるのかと、そういったところを見ていきたいと思います。まずは EOSKIS X7i 内蔵カメラで撮った場合のオートフォーカスの音です。
それでは次にタスカムの TM-2X での音を聞いてみましょう。どうですかね。このね、タスカムのマイクっていうのはコンデンサマイクなので、まあそれなりにね、いろんな音を拾ってくるんだとは思うんですよね。だからあんまりオートフォーカス音が軽減されるかっていうと怪しいような気もするんですけれども、まあどんな感じですかね。はい、それでは最後にですね、アコースティックギターの音を撮ってみたいと思います。こちら本邦初公開だと思いますけれども、僕が中学生の時に買った1本目のギターですね。モーリスのアコースティックギターです。それではちょっと弾いてみたいと思います。今は内蔵マイクで録音しています。はい、ではタスカムにつなぎ替えてみたいと思います。それではタスカムで撮ってみます。いかがでしょうか。やっぱりタスカムの方がよく撮れてんのかな。どうなのかな。ちょっと僕まだ見てないんでね、わかんないんですよね。いかがでしょうか。まあ、これでですね、もし非常によく撮れているということになれば、僕のライブの会場にもですね、このカメラセットを持って行って録音しますし、それからスタジオに入った時とかね、弾いてみた動画を撮る、今後撮る時なんかにも、このマイク使っていこうかなというふうに思います。では早速パソコンに取り込んで確認してみたいと思います。それではまたー。